はい、堺ギタースクールです。今日はゆっくり練習のすすめ。ゆっくり練習のすすめ。どういうことかというと、普段ね、曲練習するときに、さらさら弾けるところをさらさら弾いてしまったりとか、弾けないところはね、自然とゆっくりなっちゃったりするんだけど、意外とね、こうテンポ、リズムっていうのをしっかり守らずに練習してしまったりっていう人も多いんですよね。あとは、よく聞くセリフの一つで、ちょっとこの曲ってなんかこう、このある程度速くないと弾きにくいんだよねみたいな。ある程度速くないと弾きにくいんだよね。ちょっと変にゆっくりだと弾けなくなっちゃうんだよね。そういうね、そういうセリフって僕もよく聞くんですけど、ある程度速くないと弾けないっていうのは、おそらくほぼ100%っていうぐらい、速くないと弾けないんじゃなくて、速く弾いてると、ごまかしが効く、ごまかしが効いてる、細かいミスがなんとなくモヤモヤっとしちゃうから、弾けてるような気がするだけであって、決して弾けてるわけではないということなんですよね。なので、ある程度ゆっくり弾いた時にちゃんと拍、リズム、指の動き方とか、いろんなところにちゃんとね、意識を向けてできてるかどうか、ここはね、結構注目して練習しておきたいとこなんですよ。ということで、例えば、メトロノームはね、絶対使った方がいい。メトロノームは使った方がいいです。例えば、マリア・ルイサ。この曲も、ゆっくり練習ってじゃあどのぐらい？で、いろんなところにね、気を使って集中してってなると、結構ね、やっぱり結構な速度に落として練習するっていうのも効果的なんで、早く弾いてたらごまかしてるんからゆっくり弾きましょうというよりは、ゆっくり弾くことでいろんなところに意識を向けられるっていう感じかな。例えばこのぐらいで、こういう感じでね、このぐらいの速さで、普段弾いてたとしましょう。そしたら、例えばこのぐらいゆっくり。このぐらいゆっくりするだけでも結構、自分の指の動きどうなってんのかなとか、であんまりもっとゆっくりになってくると、ちゃんと次この指がこっちに動くよっていう意識をしてたり、音、次の音のね、意識とかがしっかりしてないと、あれどこだっけみたいな、指の流れに任せすぎてるっていうこともね、よくあるんです。例えばこれぐらい。
すんごい遅いっていう、まあすんごい遅く感じる、すんごい遅く感じると思うけど、自分は一体今どこ弾いてるんだっけぐらいな感覚になる人もいるかもしれない、うん、でもゆっくりだから、次の音弾くまでなんかこう待っちゃうっていう感覚じゃなくて、そのゆっくりなテンポに自分の体のリズムをテンポをそこにしっかりと持ってくることが大事、ちょっと言ってる意味わかるかな、うん、だからメトロノームを遅くしてちょっとテンポねゆっくりになってきたら、次の音までまだ時間があるからこう次の音出すすのつつずずずずってなんかこうね待ってる感じじゃないんです。そのゆっくりなテンポに自分の感覚をちゃんと持ってくる、待ってないの、待ってるっていう感覚はないんです。ゆっくりなテンポに落とすからといって、なんかすごい待ち時間がじゃなくて、そのゆっくりなテンポでしっかりとリズムに乗るっていうね、うん、これができたら本当にいいリズムテンポ感っていうのがね作れるんじゃないかなと思います。とりあえず速いテンポだけで弾いてるとか、まあ、自分が弾きやすいと感じてるテンポって別にちゃんと弾けてるから弾きやすいんじゃなくて、まあなんだろうな、ある程度流れでサラサラっとやってしまえたっていうかね、うん、流れがなんとなくついちゃったぐらいなテンポなんで、決してそのテンポで弾いたら正確に弾けますって言うんじゃないってことを、ね、しっかりと意識してほしいなと思います。ということでね、ゆっくり練習ぜひぜひやってみてください。最初は待てないとかね、そういう感覚になるかもしれないけど、自分の感じてるテンポリズムをそのスピードまでちゃんと持っていくこと、うん、これができるとある程度スピードアップするっていうのは楽になります。ゆっくり綺麗にちゃんと弾けると早く弾いてもちゃんと弾けるんで、テンポアップはすごく楽になる。ということでぜひ挑戦してみてください。